今日もエビフライの衣ふさふさだな。かっこいい。俺もいつかあんなふさふさになるために軟体動物早くやめたいな。はあ。ん？あれクラスで、クラスの陽キャの女どもだな。あれ？なんか喋ってんな。ちょっと近づいてみるか。あれじゃない。マジで本当にあれじゃない。あ、そりゃ。あいつのなんかあいついつもうるさいよね本当に。ちょっとな本当に何あいつマジで黄色すぎだろ頭よ。金髪マジ綺麗。どっちかって言ったら君の方が黄色っぽいんだけど。私の蛍光色結構な。定義だけね。この時うるさすぎていつも音量下げてんだよ。それ。そう前めんどくせえんだよ。音量調節頑張らなくちゃいけないからねあいつ本当に。挨拶うるせえんだよ。ちょっとこれ俺の悪口言われてんな。おいお前らクソ女ども、俺の悪口言ってんじゃねえぞ。何よこいつマジ腹立つんだけど。イカ臭い。何喋らないで。本当にイカが喋ってる。タコだからって生きりやがってよ。なんで俺の悪口言ってんだよ。さっきから黙って聞いてりゃ。何文句あんの。いやあるよ。ちょっと君たち果たし状を渡す。果たす。対マンしようぜ。2対1で来てくれて構わないから。ガチで言ってんの ?2 対1で勝てると思ってんの私たちに。当たり前だよ、当たり前。余裕だね。タコなのに角とか生やしちゃってよ。イカしてるでしょ、タコだけど。マジタコしてるそれ。君はなんかそのこだわりとかあるの？ガングロに。じゃあちょっと対マンしよう、2対1でいいから。でもただ普通にやってもつまんないから、もちろん罰ゲームを俺はしたい。罰ゲーム？うん。いや、いいよね。全然負ける気ないから。うん、まあ、どんな罰ゲームかって、まあ負けたらまあイケボでまあささやくみたいな、そんなのにしてもらおうかな。うん、でまあこの動画でまあささやくっていうのもあれなんで、まあ1月5日にイベントをやるんですよ。まあ詳細はまあこんな感じなんですけれども。え、なに？アッキーとユカさんとプリちゃんとアマルさんで勇者たちの冒険というイベントやるの？開催日2020年1月5日日曜日、開催場所は渋谷エクマ。1部と2部の2部制になっていて、チケット内容が先着販売。そして先着販売がなんと2019年11月8日金曜日18時。で、一般チケットとプレミアムチケットがあって、プレミアムチケットにはこの4人のボイスが先着で、先着じゃねえや、普通についてくるだと。しかもなんでグッズが何？タオルと、アクリルキーホルダーと、缶バッジと、あと、なんかいっぱいやるんだと。マジかよ、そんなイベントがあるなんて。で、なに、ちょうど1月8日先着販売ってことは11月8日あと1週間後じゃん。しかも早い者勝ちだと。しかもアッキー歌うの。え、みんなで歌だと。マジかよ、これは行くしかねえな。もうさっさとやろうぜ。おい、タイマー行こう、プラメ行こうぜ。いらねえよ。おお、よく逃げないでやってきたな。マジでだるいんだけど、本当にすぐやらっちゃうよ。だからできるの、まず女だけど。あー、でもまあ私がでもよかったんだけど、なんか弟がうるせえからさ、こいつにちょっとやらしちゃっていい？マジで。あー、キッズ？うん、もう全然いいけど。逆にサダオ、サダオおいでこっち。あっ、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 おい昔からおめえボコしてかったんだよ。おめえ動画見てくるクソタコじゃん。あれ俺勝手に。あー、おい、キッズ来たね、キッズ来たね。やってやろうじゃねえか。あれ、ゆかりちゃんのはゆかりちゃんがやるの？え、これ動画に使われるんですか？よろしくお願いします。弟だった。もうキッズと対マンか。まあ慣れてるから俺、キッズと対マン余裕だよ。え、だったら iTunes カードとかもらえるんですか？あげる、5000円ぐらい。やったー。え、あ、でも僕あのも、あのなんだ、あの iPhone じゃないからさ、 PSP カードが欲しいんだけど。早くおめえボコシを楽しみにしてるんで。うん、やってやろうじゃねえか。キッズ相手なんて余裕だよ。でも俺、おキッズに負けたらもう、話になんないからね。よし、行くぜ。行くぜ。うえ、やっていこう、やっていこう。おい、まあ、コロコロで勝てるよ、君たちなんて。よし、ここ勝ってこいよ、ここ勝ってこいよ。はい、こんにちは。おい、おい、おい、はい、こんにちは。はい、こんにちは。これ狙ってたんだよ。ねえ、これ天岐阜ですか？天岐阜ですか？いやいや、まだまだまだ、まだあとね。いやいや、これ5本選手だから、あと4回まあ倒したら天岐阜あるけど。おい、まあまあ、まだまだあるんで。
ローラーの方はガッ、おい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 、ほいほいほい、あれ、あー、くっそ、あれ、え、サングラスを外せよ。あれ、すみません、なんか、おい、ちょっと待って、あいつイモリオリだからこいつ持ってんの絶対さ絶対初期位置に持ってんだ、えいくあはは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 乳首の感、おい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 、あれあれ、これ今4対4ですよ、最後倒した方が1億ポイントだからね、ちょっと本気出さ、マジでほら、頑張ってこいよ、ここまで手加減してあげたけど、お前らみたいな雑魚に俺が、あ、すいません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 、あはっういえ、あれ、ぐわー、あれ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 、お父さん、しょうもない、お父さん泣いてる、泣いてる、こいつ泣いてるよ、うちの子泣かしたな、よくもやってくるかな、お父さん、あの子たちがいじめてくる、なんだやってやる、お父さんが、お父さん変わってスプレーやって、いいのか、子供の戦いに大人が入って、はい、あぶっ飛ばしてやる、あ、お父さん行くぞ、まあ、こんなこうだ、ジジイとかマジザコだろ、ほんとクソガキ、いた、え、何今の、えっと、え、お父さん強い、お父さん強い、あんちょよ、さすが私のパパ、来いよ、一応されたんだけど、なんだよね、わざお前の倍、3倍生きてんだよ、お前、こっちはさすがお父さん、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 え、そんなもんか、は、絶対やるから、なんでお父さんそんな強いの、そんなもんか、学校では、あ、かかってこいよ、マジでよ、勉強もできない、いいんだろ、お前、お前、つまり浮気されてんだよ、ういお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 い扇風機、扇風機、一度かた、あ、マジ鬼滅なめんなよ、2の方でいいんだよ、お前もう出す必要ないんだ、お前 2も2以上もう呼吸してなかったけど、どこにいるか分かるか、おい分からないよ、危ない危ない危ない、おいおい、殺してみろ、ジジイ、クソジジイ、殺してみろ、おい、殺してみろ、おい、手がついてる、ほら、気づいてないです、お父さん、気づいてないよ、やっぱりだ、やめろ、頭も悪くても視野も狭い、どこにいいとこなんだ、水車、一の呼吸、水車、水車、あれ、いない、無理だぞ、いないぞ、そんな水車当たらん、あ、一の呼吸、キッズ車、バカめ、どこだ、一の呼吸を使いこなしてないな、おい、呼吸方法、あいつどこ行った、お父さん、年収1000万の呼吸使ってよ、年収1000万、あ、いるぞ、ここにいるぞ、あんがっ、マウント、年収マウント、年収マウントやられてんじゃん、お前ら年収ゼロのくせに何してんの、はいはい、あー、はい、一の呼吸、はい、うら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 、呼吸を使いこなせるか、あらららららら、あ、ぶち殺してやるよ、無理だな、お父さん、ありがとう、いいよ、泣かしちゃったよ、ちっちゃい子、あ、あ、あ、気分がいいな、あ、あ、あ、君たち次を俺のこといじめたらまたお父さんにやってもらうんだからね、何度でも出てくるぞ